問題。介護休暇は半日単位で取得できる。介護休暇は、要介護状態にある親、配偶者、子供などの家族の介護を行うために取得できる休暇です。1年で5日まで、対象者が2人以上の場合は10日まで取得できます。それも半日単位で取ることができます。ただし、賃金の保証がない企業もありますので、就業規則などでの確認が必要です。